皆さんこんにちは、ビーレジェンの小林です。今回もですね、三重県津市にございますトレーニングジム健康堂さんで、三重県ボディビルフィットネス連盟理事長で、IFBB 国際審査員でいらっしゃいます、宮島望先生に、ご出演いただきまして、動画を、撮っています。で、今回はですね、まあ、前回、メンズフィジークの審査について、お話をしていただきましたので、今度はボディビルについて、どういうところを審査員の先生方が見ていて、どういうところが順位を分ける大事なポイントになるのかというところを、解説していただきたいなと思っております。それではよろしくお願いいたします。で、まあ、前回フィジークについて解説をしていただきまして、まあ、そのフィジークとこうボディービルで、まあ、共通する、まあ、大事なポイントっていうのも、まあ、たくさんあるとは思うんですけども、ズバリこのフィジークとボディービルのこう大きな違いっていうのはどこにあるんでしょうか。まあ、メンズフィジークはもう見てわかる通りポーズが決まってますよね。はい、まあ、その同じポーズでクォーターターンしていくんですけど、はい、でボディビルというのはもう規定ポーズが7つもあって、はい、でさらにフリーポーズまであると、はい、いうことですので、やはりそのポージングの、一つ一つ の完成度、これは、まあ、肘の位置とかはい、首の角度とかね、まあ、そういったことも含めて、はい、まあ、そういったことまで気をつかなきゃいけないのが、まあ、ボディビルですね。ですからポージングで、まあ、やることが多いですよね、はい、その細かい点、そこが違いますね。うん、ですね、より細かいところまで見るのがボディービルといった違いがあります。なるほどですね。はい、まあ、なのでその体の完成度が求められるという点ではフィジークもボディービルも一緒ではあるんですけれども、ボディービルの方が、ポーズがたくさんある分、それだけポージングの完成度も、同様にこう求められる部分がフィジークよりも大きくなってくるということですね。まあ、なのでこう裏返すとちょっとこう弱い部分がある選手でもそこをカバーするようなポージングを身につけることで全体的な完成度を上げることもまあできるっていうことですかね。まあ、もちろん基本的な体の仕上がりというのは大事なんですけど、はいはい、まあ、ポージングで順位は1つも2つも変わってくることがあるのがボディービルですね。なるほどですね。まあ、フィジーク の動画の時に宮島先生から、解説していただきましたけども、まあ、フィジークの場合はどうしても規定ポーズが、4ポーズしかない、少ないので、どうしてもその体の完成度の違いですとか、こうプロポーションといった、部分がどうしても隠しきれずに、まあ、出やすいという特徴がありましたけども、まあ、ボディービルも、まあ、そのプロポーションですとかその体の完成度が、まあ、大事なのはこうもちろんなんですけども、どちらかというとこうフィジークに比べるとまだそのポージングで挽回できるチャンスが増えてくるということですね。そうですね、はい、逆に言いますとポージングが下手くそだと順位は下がります。なるほどですね、はいはい、まあ、なのでどれだけこうすごい筋肉すごい絞りの選手でもこうそれをうまく見せられないようなポーズを取ってしまうとなかなか上にはいけなくなってしまうということですね。あとはそのフィジークとそのボディービルの違いというところで、まあ、私が思い浮かべるのがどうしてもフィジークですとこう過度な筋肉の発達ですとか過度な絞りは減点対象になるということがまあ明記されていたりしますけれども、その筋量ですとか絞りについてはこうボディービルはこうどういう審査基準になっているんでしょうか。まあ、やはり究極の筋肉美というのが、はい、ボディービルですから、はい、筋肉の発達というのは全身バランスよく、丸みのある筋肉をつける、それは、全てですね、上腕だろうが、はい、上腕三頭筋で、はい、カーフに至るまで全身くまなく発達させるというところと、で絞りに関してもより厳しく、はい、全ての筋肉において厳しく仕上げることが求められます。なるほどですね。こう特に絞りに関しては、まあ、最近はもうすごい完成度の高い選手が増えてきて、こうお尻までしっかりカットが入る、はい、そういう選手が、まあ、非常に増えて来ている印象がありますので、それだけやっぱりこうちょっと絞りが甘い選手っていうのはやっぱり悪い方向で目立ってしまうということですね。そうですね、はい、なるほどですね。
まあ、あの大会を目指されている方でこう大会の出場経験がない方なんかはこうどれぐらいこう絞ったらいいんだろうかってちょっと、ね、悩んでらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、特にボディービルを目指される方なんかは絞りすぎは、まあ、まず心配しなくてもいいですよね。もう絞りすぎて困ることはまあないぐらいのつもりで、もう本当に一生懸命絞れるだけ絞ってステージに上がるぐらいの意気込みで減量頑張っていただいた方が、まあ結果としてあの順位は上に来やすいですよね。まあ、なのでこれからね減量しようと思っている方は頑張って減量していただければと思います。で、筋肉の筋量について、今宮島先生からこう筋肉の丸みっていうところが、出ましたけども、こうフィジークですとこうアウトラインがまあ大事というふうに、まあおっしゃってましたけども、こうボディービルでもまあ当然アウトラインは大事だと思うんですが、まあ、そのアウトラインのこう要素の中にやっぱり筋肉のこう丸みでこう作られるようなアウトラインというのもこうボディービルでは大事になってくるということですか。まあ、よく密度という言い方をするんですけど、はい、なんかこう例えば腕に筋肉なんかこう詰め込んで、はい、あるいはなんかこうどこから持ってきてくっつけたような筋肉という言い方をするんですけど、はい、まあ、そんな形が求められるんです、ね。なるほどですね。だから例えばパワーリフターなんかでもすごい大きいんですね。足も太いし、はい、あの胸も分厚いんですけど、はい、でそれプラス、そこに細かい、例えば足だったらそのしっかりとセパレートされているところですね、はい、内側広筋と大腿直筋と外側広筋がはっきりパーツパーツで分かれていると、はい、まあ、そうセパレーションと言うんですけど、はい、セパレーションがあってさらに詰め込んだような密度がある、まあ、それがボディービルダーとしての馬力が大きいだけじゃない、な、他のスポーツでいかにいい体している人との違いはそこだと思います。なるほどですね、はい、まあ、なのでそのステージに立ってポーズを取った時の、まあ、筋密度、うん、ですとか、まあ、セパレーション、はい、あとはもっといくとこうストリエーションとかもこう、ね、はい、まあ、細かく出てるぐらいの、コンディションがまあ理想になってくるということですよね。筋密度というのもこう大会に出場した経験のない方からするとこうちょっと想像が難しいのかなと思うんですけども、その大会で筋密度をこう表現こうするための何かコツってあったりしますか。やはり普段のトレーニング時で、はい、あのパーツパーツの筋肉をあの個別に動かせるような意識は大事だと思います。なるほど。ボディービルをするのであればですね、はい、まあ、背中のトレーニングしてるのに腕に入ってしまったりとか、はい、よく言う話ですけどベンチプレスしてるのに腕に入ってしまったりとか、はい、ではあの目的のある筋肉を動かせていないわけですね、はい、それはポージングにもつながってきますので、なるほど、筋肉を一つ一つあの個別に動かせるぐらいのトレーニング方法は必要だと思います、はい、なるほどですね、はい、まあ、そのマインドマッスルコネクションなんて言ったりしますけども、まあ、なのでこうトレーニングでうまく効かせることができない筋肉は当然ポージングでうまく力を込めることもできないんで、それだけやっぱり筋密度が薄れてしまうということですよね、はい、あのマッスルコントロールとかいう言い方が分かりやすいかと思うんですけど、はいはい、もうポージングなんてまさにその通りなので、はい、ですからそれを普段のトレーニングの時から意識するのがボディービルダーだと思います。なるほどですね、はい、まあ、なので重量を追い求めてねガンガントレーニングして、重量を伸ばしていくっていうのも、まあ、当然必要な要素ではあるんですけども、ボディービルの大会で上位を目指すのであればそれに加えて、しっかりマッスルコントロールができるこう個々の筋肉をしっかり効かせることができるようになる、自在にこう力を入れられるようになる、そういうスキルも一緒に磨いていただくとステージでねより、いい体を披露することができますので、ぜひぜひ、意識していただければなと思います。はい、今までこう絞りと、筋肉量について、解説をしていただきましたけれども、まあ、私個人的に、すごい疑問に思っていることがありまして、ものすごい絞れてるけど筋肉量はそれほどでもない選手と、うん、ものすごいでかいけど、うん、それほど絞れてない選手と、うん、どっちが上なんだろう、うん、
ていうことが、まあ、結構私疑問に思うんですね、まあ、もちろんその比較して決める競技なので、その一概にどっちがっていうのは難しいとは思うんですけども、その審査員の先生がこう優先する要素としては、絞りと筋肉量でいくとどちらがこう優先順位高くなってくるんでしょうか。まあ、それよく聞かれるんですけども、はい、ただまあ、まあその2タイプの選手だけを比べるんであれば、はい、そういうことはまあよく聞かれるんですけど、意外に少なくって、はい、他にも何人かいる中で、はい、まあ、そういう傾向があるような感じで、はい、やはり上位に行く選手というのは筋肉も発達していて、はい、絞りもできている選手がこう上に行くわけですよね、はいはい、でということは、そういった選手は上位には行かずに下位の中で順位を決めるっていう話になると思うんです。なるほど。でそこになるとバランス的な問題ですよね、はい、まあ、その大会に出てくるからには全く絞れてないっていうこともないでしょうし、はい、ただ得てして絞れてない選手はポーズを取った時はある程度シックスパック見えるけども、はい、普通にしてる時は見えないとか、うん、で絞りだけの選手はもうリラックスしてる時もポーズ取った時も同じような感じなんですね、はい、なので、まあ、そこでどっちを決めるかっていうことなんですけども、はい、まあ、やはりポーズを取った時にしっかりと筋肉が見えてる方を上にする、私はですね、なるほど、経験がただ、カリッカリに絞ってきた選手っていうのはもう普通に立ってる時であっても、はい、ポーズ取った時でも変わらないので、なるほど、それだとボディービル的ではないかなと思います、はい、ただそれはもうはっきり分からないここで、ですよね、そのどういうタイプかっていうことは、一概には言えないです。なるほどですね、うん、ただはっきり言えることは、そういった選手は上位にはいけないということははっきり言えます。なるほど、はい、なのでこう、まあ、もちろんその大会に出るからにはきっちり絞って、絞れるだけ絞ってステージに上がるというのはもちろん大事ですけども、じゃあ絞れば勝てるかというと、そういう競技ではないよということですね。しっかりその筋肉量とその絞りコンディションと両方を高めていって、それもまあやっぱりトータルパッケージになってくるんですかね。そうですね、そこはボディビルでいうところのバランス、トータルパッケージですね、はいはい、そうですね、うん、まあ、確かにおっしゃる通り、地方大会 の新人戦とかにはそういったことはあります。なるほど、なるほど、だそこはもう例えばフリーポーズを見たり、はい、一個一個のポーズを見て、もうそこで差をつけていく。大体そのぐらいの選手だと、このポーズは上手だけどこのポーズは下手とかいう感じ で、はいはい、でじっくり見て総合的に決めています。なるほどですね。で審判によって違いあるかもしれないんですけども、どっちを上にするかっていうのは絞り重視であるとか、はい、馬力重視ってことはないと。なるほどですね、はい、じっくり見て決めてますので。なるほどですね、はい、まあ、なのでこうどっちが優先されるということではなくて、うん、やっぱり総合的に見て、はい、どちらがまあボディービルとしていい体をしてるかっていうところが、はい、まあ、大事になってくる。僕たくさん審査してきましたけど、はい、その絞り重視とか、はい、馬力重視って言った記憶は僕はないです。なるほど、それで決めた記憶はない。なるほどですね、はい、結構今SNS でよくその審査結果を見た方がこう発言したりしますよね。なんかこの大会は絞り重視で審査してるのかなとか、バルク重視で審査してるのかなとか、こう、まあ、外野から見るとこうそういう印象を受けるかもしれないけども、審査員の先生方は、まあ、なんかそんなところは見てないよと、そんな小さいところではなくて、もっとこう総合的にボディービルダーとしてどっちが完成度が高いかっていうところを総合的にまあ、見て、はい、そういう結果になってるんだということですよね、はい、とはいえその絞りすぎてカリカリになってしまってこう評価が下がるレベルの絞りをこう体現できる選手っていうのもなかなかいらっしゃらないですよね。最近は少ないと思いますね、はい、本当に筋肉量の少ない選手がカリカリっていうのは、はい、まあ、10年20年前は結構見えたと思うんですけど、はい、最近皆さんレベル高いんで、はい、うん、そういう意味では減ってきましたね、そういったケースが。はい、なので審査しやすくなっております。なるほどですね、B レジェンドがこうサポートしているボディービルダーの方で、はい、中泊選手なんかは、もちろんジャパンオープンでこう準優勝されるぐらいなんで、もちろん筋肉量もすごいですし、まあ、それに加えてこうもう日本トップクラスの絞りでステージに上がられるわけですけども、こうやっぱり中泊さんぐらいこう絞れてる方になると、やっぱり全国レベルの大会でもこうかなり目に留まる、ね、止まりますよ、やっぱりもうあそこまで
例えば電筋とかが、はい、あのカットとかね、はい、見る選手ですやっぱり目立ちます、あそこまで行くと。なるほどですね、はい、でまあ、中泊選手の場合はやっぱりそれに加えてしっかり筋肉量もあるからこそ、その絞りがしっかりいい方向に目立って、まあ、ポーズをとってもしっかり大きく見えるし、目立つのでこう全国レベルの大会で上位に行けると、まあ、あのクラシックボディービルというね、あの身長と、まあ、身長に対して体重制限がかかるような、まあ、あのクラスがあるんですけども、そのクラスではね、もう中泊選手はもう日本トップクラスの、選手なんですけども、あのレベルになるとどうしてもこう絞りっていうのがあの目立ってしまうんですけども、やっぱりその審査員の目線で見ると、まあ、その絞りはもちろんですけども、やっぱり筋肉量、そのボディービルダーとしての完成度がやっぱり高いからこそあれだけのこう実績を詰めているっていうことになってくるんですよね。そのボディービルダーの絞りっていうのはなかなかこう写真で見てもこう分かりづらい部分ってありますよね。そうですね、あの、まあ、よくあの私の指導している人間に言うんですけど、はい、そういったボディビル系雑誌 SNS が見てるのは、はい、こう多分一番いい写真を選んで、はい、撮ってるんです、ね、はい、であとちょっと加工してる節もある、あ、はい、で陰影をちょっとね加工したりして、やたらよく見えるんですけど、はい、審査員はライブで見てますので、はい、ですからあのその一瞬はいいんだけど、はい、他がこう緩んでたりする、なるほど、まあ、それは 目で分かるわけですね。さっきの中泊さんの例でいくと、もう常にこうお尻でもバシッと決めた状態をずっとキープできるんです、はい、なるほど、うん、そうなるともうね、あの印象もいいですね。なるほどですね、せっかく絞ったのにその、まあ、マッスルコントロールがうまくできてる選手は、はい、ポージングにムラがあるんです、ね、なるほど、ね、見てるうちにあのやっぱり評価が、ね、下がってくることがあります、ね、なるほどですね。あと初心者に多いのが、ポーズを取るたびに仕上がってくる選手がいるんですね。あのアップが足りないので、なるほど、最初取ってて何度か比較しているうちにだんだん良くなってくる選手がいるんですね、はい、なのでああいう選手は、ね、こう分かりにくいですね、評価。なるほど、さっきでもいいなと思って、はい、なのでしっかりアップも大事ですね。なるほどですね、はい、アップ不足の選手はそういうことがあります。なるほどですね、はい、審査員泣かせ。なるほどですね、はいはい、やっぱりそれはこうボディービルならではかもしれないですね。フィジークでなかなかそういう選手って聞いたことはないですけど、まあ、まあ歴史も浅いですけど、はい、まだそういう選手はいないですね。ボディービルは多いですよ、そういうあの、なるほど、地方大会で。なるほど、はい、まあ、だからパンプアップは不十分なんで、はい、最初はちょっと元気がないように見えるけども、はい、まあ、ポーズを取ってるうちにこう体が温まってきて、はい、まあ、なんか比較していく、はいうちに、まあ、だんだん良くなってくると、まあ、でもこうフィジークの時にもうあの先生おっしゃってましたけども、特に人数が多くなればなるほど最初の第一印象で、大まかなこうグループ分けをこうされていくので、うん、やっぱりポーズを取ることに良くなっていく選手よりは最初からこう第一印象でいい選手の方がやっぱり上には行きやすいですよね。そうですね、はい、最初の印象ってすごく大事、はい、はい、まあ、それはもうボディービルも変わらないということですね。そうです、はい、最初からのこう印象ということですけども、あのフィジークの場合はその舞台袖から出ていく時の表情とか歩く時の姿勢なんかもこうしっかり見られているという話でしたけども、ボディービルではどうですか、そういうところって審査に影響しますか。もちろん影響しますよ。なるほど、はい、うん、あの歩き方とかね、はい、あの元気なかったりとか。なるほど、言うとやっぱ印象は良くないですよ。なるほど、はい、逆にその表情とかでいくとボディービルだと結構もう審査員をにらみつけるようなすごい厳しい表情でポーズを取る選手もいたりしますけれども、うん、ボディービルの場合その表情についてはこう何か注意すべきところとかってありますか、うん、そこは表情で気になって例えば審査を変えたりという記憶は私にはないですね、はい、なるほど、ただまあ例えばずらっと並んだ時に端の選手がこう観客に向かってポーズ取ってるってことはたまにある。なるほどですね、はい、特に地方大会、はい、なので審査員の方を向いてポーズを取って、なるほど、特に両端にいてサイドポーズ取る時なんて、はい、もうちゃんとこっちに体を向けないと見えないので、はい、そういったところは注意してほしいですね。なるほどですね、
まあ、なのでこうボディービルの場合はその表情で明らかにこう損をするっていうことはまあ少ないかもしれないですけど、少ないです、ね、はい、まあ、ただその分しっかり審査員の方を向いてきっちりポーズを取っておかないと、こう、まあ、それこそポーズが多くなる分やっぱり損をする場面が増えてしまうということですよね。ちなみにこうボディービルもやっぱりフロントリラックスポーズですねをこうやっぱり取る場面っていうのがこう、まあ、一番多いと、はい、思うんですけれども、ボディービルでもやっぱりこう舞台の後ろで待機してる時のフロントリラックスポーズっていうのはやっぱり審査員の先生方も皆さん見てらっしゃる。まあメンズフィリーグでも言いましたけども、はい、落ち着きのない選手っていうのは印象悪い。なるほど。こう下を向いたりですね、はい、こうなんか手を振ったりしてる選手っていうのは印象は良くないです。なるほど、ね。なので後ろに並んでる時でも、まあ、自然にですね、はい、リラックスポーズ取っててほしい。なるほど、結構見てますので、なるほどですね、はい、まあ、なのでしっかりそのポーズの形は崩さないように油断せずにこうしっかりポーズをとって待機をしておくということですね、うん、